か。この方が誰だかわからないのか。え、嘘でしょ。じゃ、まさか。結婚式会場ね、成田さん。気に入ってもらえて嬉しいよ。僕の名前は成田。今日は婚約者のエリカと結婚式場の見学にやってきている。本当にうちの会社はすごいわね。社長が直々にアイデアを出して建設した式場だからね。僕とエリカは共に大手のブライダル会社に勤めている。すごいわよね。社長、私と同い年なのに会社の経営も順調だし。本当、僕も彼女のことは尊敬してるよ。ようこそいらっしゃいました、成田様、エリカ様。え、何このダッサい瓶底メガネ。この式場を案内させていただきます、春です。ちょっとエリカ。うん、ちょっと待って、あなたってあの春じゃないの。もしかしてエリカさん。そうよ、ソプラノ学園で一緒だったエリカ。あんた高校で働いてたの。うん、そうですけど。でもダッサい、あんたが結婚式場に勤めてるなんてね。うん、派遣ですけど。エリカさんは。あはははは、よく聞いてくれたわね。私はこの式場を運営する会社の社員よ。すごいね。そうよ、派遣のあんたとは格が違うの。カメラ目線。エリカやめろよ。いいじゃないのよ、成田さん。大丈夫です、エリカさんはいつもこんな感じなので。負け惜しみとか笑える。成田さん、この子ってば高校時代なんて言われてたか知ってる。エリカさん、それは瓶底メガネのちびはるちゃん。外見もダサいし勉強もダメ、みんなから嫌われてたわ。別に高校時代のことと今は関係ないよね。あるわよ、私が勤める会社は業界でも大手のエリート会社。その上婚約者の成田さんはそこの重役なのよ。そうなんだ、すごいね。で、あるは素敵な彼氏はいるのかしら。仕事が忙しくてちょっとそういうのは。所詮瓶底メガネにイケメンとの出会いなんて皆無よね。ちょっとエリカ、いい加減にしてくれ。だって春がダサいのがいけないんですけど。まあ、私がダサいのは本当だから仕方ないのよさ。でもさすがにこれは言い過ぎだろ。ちょっと成田さん、いいですか。あ、はい。ちょっと二人でどこに行く気。成田様にお話ししておきたいことがございまして。ごめんね、エリカ。すぐ戻るから。その、婚約者のエリカがご迷惑をおかけしました。いえ、大丈夫です。慣れてますので。エリカさんとの結婚は考えた方がいいかもしれませんよ。あの、ハルさん？人をバカにするような女性と結婚して、あなたは幸せになれますか？それは…あなたの態度を改めないと。人生に関わる人は誰も幸せになれないと思います。確かに、おっしゃる通りかもしれません。愛してますか、非常識な婚約者を。少し考えられた方がいいです。あの、ハルは成田のことが心配なのよさ。彼女の言葉を聞いて、僕はエリカと結婚すべきか迷い始めていた。ごめん、話し合いが長引いちゃって。お待たせしてしまって申し訳ございません。ちょっと遅いわよ、二人とも。終わりのついでに飲み物くらい持ってきてもいいんじゃないの。すみません、今お持ちします。待たせた罰よ。ちょっと何もないところでこけてるもん。いけるわ。そのエリカさんの足が。ごめんなさいね、足を伸ばしたらハルがたまたまそれに引っかかっちゃったみたい。立てますか。ありがとう。ちょ、あなたたち何やってるのよ。何って、ハルさんは助け起こしただけだけど。成田さん、こんなチンチクリに色目なんか使われて誘惑されないでよ。ちょ、色目って何言ってるんだよ、エリカ。別に私はそんなことしてませんから。どうかしら。でも、もう突っかかるのはやめ
それってどういう意味よ。そのままの意味ですので。では飲み物をお持ちします。ハルのやつ、なんなのよ。エリカ、本当にハルさんをいじるのはそのくらいにした方がいいよ。生意気なのよあの子、底辺のくせに。底辺って君はどうしてそんな風に人のことをひどく言えるの。何言ってるのよ、あんな負け犬何言われたって仕方ないでしょ。そのことを負け犬とか底辺とか普通の人は言わないと思うけど。成田さんが春に着替えるとかそういうことはないわよね。いや、エリカ、春さんとは何ともないよ。それにあの人は。飲み物をお持ちしました。ありがとうございます。春が何だって言うのよ。成田さん、成田さん、私のことはご内密に。はい。ちょっと何二人して話してるのよ。別に何でもないよ。すみません、お飲み物をお持ちしたので。あんたもやることがいちいちとろいのよ。ちょっとこれ私の嫌いなウーロン茶じゃない。すみません、すぐに取り替えます。いいわよ、こうするから。びっしょびしょになっちゃったわね。ちょっとエリカ、エリカ、この方が誰だかわからないのか。え、誰ってどういうこと。君自身のためにも早く謝るんだ。本当に私のことがわからないよ。ハルちゃんが瓶底メガネを取ったぷに。ハルの素顔を見てもまだハルをバカにできる。ちょっと待って。そう、この方は俺たちの勤めるソプラノ社の社長ハルさんだよ。まあ気がつかないのも無理ないのよさ。いつもコンタクトで過ごしてるから。ちょっと待って、ハルが私たちの会社の社長。面接の時もあったのにすっかり忘れてるのなのさ。どうしてハルじゃなくて社長が派遣人なんてなりすまして。たまに派遣社員になりすまして従業員たちの様子を見てるなのさ。まあそういうこと。成田は気がついたみたいだけど黙ってくれて好都合だったのよさ。それはその、エリカさん、今日付けであなたには私の会社を辞めてもらうのよさ。なんですか。人事部からあなたに嫌がらせされてるって苦情がたくさん寄せられているのよさ。私はそんなことをしてません。春にやったみたいに気に食わない子に高笑いして水とかかけてないよね。ごめんエリカ、僕も君との婚約を解消したい。成田様で何言い出すの。そう言われて目が覚めたよ。君のように人をバカにする人とはやっていけない。そんな申し訳ないけど心を入れ替えない限りエリカに幸せは来ないのよさ。そうだね、僕もそう思う。お願いよ、今のことは謝るから反省するから許して。仕方ない、そこまで言うなら考えなくもないのよさ。ありがとうございます社長。その後エリカは社長直々の特別訓練を受けることを条件に首を免れたのだが。ほら派遣、キリキリ働け。ごめんなさい。正社員から派遣社員に雇用形態を切り替えられた挙句、鬼のような上司のもと鍛え直されているという。僕はいろいろと考えた末に彼女との婚約を破棄した。本当に今回はありがとうございました。いいのよさ、成田のおかげでエリカも改心できたし春としては大満足なのよさ。本当にありがとうね成田。今度食事でも一緒にどうですか。エリカと別れた僕が新しい恋に目覚めるのはちょっと先の話。せっせっ正義の箱舟に揺らぐ
成田です。最後まで動画を見てくれてどうもありがとう。少しでも楽しんでくれた人はぜひ高評価ボタンを押していってね。みんなは春の正体びっくりした？よかったらコメント欄で教えてね。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていくから、チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしくお願いします。ツイッターでファンアートも募集中だよ。ハッシュタグソプラノ漫画で投稿してほしいのよさ。たくさんの投稿待ってるよ。それじゃまたね。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。